現在宮城野原競馬場は、現在の宮城県仙台市宮城野区宮城の一丁目付近に、かつて存在した宮城野原連平場内に、たびたび設置された、仮設の競馬場。河北新報の当時の記事によれば一周は1600メートルであったと、される。また、主催者辞席書に記された規則や、河北新報に掲載された写真などから右回りで、あったことがわかる。 明治末期、大正初期、昭和初期に、ここで競馬が開催された。明治時期の宮城県は、明治22年5月に、仙台市の青葉神社門前の南東付近に、仙台競馬場が建設され、明治28年頃まで競馬が開催されたり、花競馬と呼ばれる町を越し、神社奉納等の草競馬が主に県北各所で開催されるなど、 競馬の文化がすでに根付いていた。明治44年4月、時の皇太子東宮殿下が陸軍参謀本部旅行演習を視察するにあたって宮城県に行刑した際、仙台三牛馬組合が対乱に供するため競馬を開催したのが仙台宮城の原競馬場の始まりである。この競馬開催は賞金の交付が可能であったこと。 景品付け投票券が発売されていたことなどの観点から宮城県公式競馬の原点と位置づけられる。なお、仙台宮城の原競馬場という故障が正式名称であったかどうかは定かではないが、当時の宮城県内の公式競馬を開催していた宮城県三場畜産組合が残した自席書宮城県三場洋欄には本競馬場は 仙台宮城の原競馬場と記載されているので、本校では、この古称を用いるものとする。東宮殿下の行形とあって仙台は大きく、湧き返っていた。明治44年4月20日付下北新報によれば、法芸拝観者雲のごとく、極期昼帰り完成枠と報じられている。先にも述べた通り東宮殿下の目的は、陸軍参謀本部旅行演習の視察であったが、 その他にも、知事との対談、小学校の運動会の大乱など多くの行事が予定されており、仙台宮城の原競馬場での競馬開催もその行事の中の一つであった。開催者である仙台産牛馬組合は一週間ほど前より、新聞掲載により出馬希望者を募っていた。その番組表は、下記の通りである。明治十四年四月二十日付下北新報に、 掲載された番組表開催当日の4月25日までには55頭が出走の申し込みを行った。競争回数に比べて出走場が少ないのは1頭の馬が複数のレースに出走できるからである。なお、14レースの優勝競争とは1から13レースの勝ち馬が一堂に出走しその開催の優勝を決めるレースである。 4月25日午前9時より、仙台宮城の原競馬場で第1回の競馬が開催された。宮城県の公式競馬として初の開催である。前日の開催とは、打って変わっての小雨模様であった。東宮殿下のおなりは午後からであったが、未明より見物人が集まり会場周囲は寸劇もないほどに埋め尽くされた。その様子は前日に行われた。 小学校の運動会に劣らざると河北新報に報道されているので運動会と同程度の3万人の群衆が集まっていたものと思われる。10時より第一競争が発想、受話器肉踊る競争が繰り広げられた。監修は目の前を馬が通過すると大歓声を上げ、開催は盛況を呈した。11時頃。 雨足が激しくなり開催継続が危ぶまれるところもあったが13時には全く雨がやみ、また、東宮殿下のおなりも近いとあって観客はさらに増えていった。13時30分、東宮殿下が到着し、第7競争より競争を観戦した。東宮殿下の御前とあって、馬上の騎手は皆勇み立ち、ますます壮烈な競馬が繰り広げられた。15時頃、 再び雨足が強まり、帽子の色が識別できないほどの雨となったが、優勝競争は予定通り行われ、16時には閉会となった。東宮殿下は自身にも乗馬の心得があったこともあり、競争中は立ち上がって観戦し、競争の度に五譜の武漢と馬を指さして話をするなど、この日の競馬観戦は非常に熱心だったようである。また、 競争の合間を待ちかねて、幕の隙間より、裏手の馬の軽流所を覗こうとするなど、活達であったという大正天皇の人柄を表しているエピソードも報じられている。明治44年4月27日付下北新報に掲載された写真明治44年4月27日付下北新報に掲載された写真に明治44年4月25日。 仙台宮城野原競馬場開催結果、優勝競争馬プロフィール、仙台宮城野原競馬場は、大正初期にも開催されたが、詳細を示す資料はない。主催者の辞席書である、宮城県産馬要欄によれば、各々の,のの概略は、以下の通りである。大正5年以降は、長らく公式競馬の開催は、石巻競馬場等にて開催されていたが、 昭和3年の5月に久々に仙台宮城の原競馬場で競馬が開催されることとなった。大正12年に競馬法が施行されたこともあり、従前の景品付投票権から京都同じ勝馬投票権の購入が可能となっていた。この開催では宮城県仙台市より補助金を受け、県下の競馬関係者を総動員にし、四千四百七人の 観客を集めたという。その後、同年10月にも競馬が開催された。昭和3年春季優勝競争結果昭和3年秋季優勝競争結果翌昭和4年春季も、仙台宮城野原競馬場で競馬が開催された。しかし、昭和4年7月、農林大臣より仮設競馬場において、勝馬投票権、景品付け投票権の発行をしてはならない旨の、 通帳が来たことにより、昭和4年周期以降の仙台宮城の原競馬場での開催は難しくなった。元より連平場の一角を借用しての仮設競馬場での開催であり、まさか連平場内に常設競馬場を建てるわけにも、いかずいての余儀なくされたのである。安西貞夫著小ごたの町の物語には、連平に、師匠ありと、 軍部からの反発もあったとの記述が見られるが、騒動から60年近く経過してから書かれた書き物であり、出典も明記されていないため審議のほどは定かではない。主催者自責書の宮城県産バイ欄と当時の河北新報記事によれば、遠剣塚、三上本、大野原、高尾田原、七木忠、君洗い、沢、愛子、高砂、八木山等の土地所有者から、 競馬場誘致の出願があったようである。また、河北新報昭和3年9月11日の記事には、八木山、高砂に、競馬場の設置を検討中との記述が見られることから、昭和4年以前から競馬場の移設については、懸案が上っていた可能性が高い。結局、加藤中三郎なる人物が、発起人となっている。 愛子競馬協賛会の土地提供の申し出を受けて、常設競馬場の設置は愛子と決まり、昭和4年11月より、公式競馬の開催は愛子競馬場へと移り、仙台宮城野原競馬場は歴史からその姿を消したのである。ありがとうございます。